住宅情報東京住まいナビスマナビ始まりました。今回も希少な物件情報をお届けします。さあ本日はセレブの街としても有名な目黒区の自由が丘にやってきております。今回は駅徒歩7分の好立地にございます。かなり特徴のある物件をご紹介します。しかも新築一戸建てです。では行きましょう。今回ご紹介する物件があるのは2路線が利用できる便利な自由が丘駅から徒歩7分の好立地。駅周辺にはカフェやレストラン、ブティックなどが立ち並ぶほか、大型の商業施設も点在するおしゃれで住みやすい街です。また緑道や神社などの自然を感じるスポットも魅力的です。さあ現地到着いたしました。こちらです。ブラックを基調としたシックな色合いの木造3階建てとなっております。かなり特徴的な部分があると申し上げましたが、第一のポイントはこちらなんです。実は土間仕様のフリースペースがあるんですね。ですので路面店のように何かお店をやられたり、趣味のスペースですね、自転車やバイクがお好きな方はそのまま乗り入れて整備をしたり、アトリエのような使い方ですとか、さまざまなまさにフリースペースとしてお使いいただけます。もちろんシャッターもついております。そしてもう一つのポイントはこちら。そう、実はこの本来といいますか玄関が別であるんです。もちろんフリースペースから中に入ることもできますが、こちらの玄関からアクセスすることもできます。さあ中に入ってきました。まずこちらに奥行きがすごくたっぷりとあるシューズクローゼットがあります。そしてホール部分を挟んで先ほどご覧いただいた土間フリースペースとつながっているわけですね。もういろんな夢が広がりますね。さあこの他1階にはですね、こちらに水回りが集まっております。このように三面鏡タイプの洗面化粧台、そしてこちらにトイレがあり、お風呂がこのようなスペースとなっております。浴槽がねしっかりと深さがあって幅もありますからね、大柄な男性でもゆったりと浸かることができるタイプです。そしてこちらの2階には LDK が配置されております。目の前の景色も抜けているのですごく開放感が気持ちのいいお部屋となっております。アクセントカラーのタイルなども使用したおしゃれなデザイン、落ち着きのある雰囲気ですね。そしてこちらのキッチンはカウンターの大きさにも余裕があり、水切りプレートなどすごく使い勝手が良さそうですね。またタッチレス水栓を採用しておりますので、触れることなく衛生的にお使いいただけます。そしてもちろん食洗機も搭載しておりまして、全体的にパネルがブラックなんですね。すごくかっこいいシステムキッチンです。もちろんこちら3口のセンサー付きのコンロ、もちろんグリルも搭載しておりまして、さまざまなお料理に挑戦していただける高性能コンログリルとなっております。いやこれはいいですね。続いてこちらの3階にはまずこの可動棚があり、そして洗濯機置き場があり、この後のポイントへとつながる伏線となります。さらに水場があるということで、こちらに大きな窓がありますので換気もしやすくていいですね。そしてこちらに一部屋洋室があります。掃き出しが大きく、その先にはバルコニー、さらにこちら側にトップライトもありますからね、このように照明がついていない夕方なんですが十分な明るさがあります。快適にお過ごしいただけますね。そしてあの洗濯機置き場からの伏線につながるもう一つのポイント、いきましょう。
この階段の先にもう一つのポイントがあります。登りましょう。さあ来ました、自由が丘のルーフバルコニー。いやー気持ちがいいですね。しかもこの高台の風が吹き抜けますから、気候のいい時期はテーブルや椅子をセットしてくつろぐようなスペースにもすることができます。そして洗濯機置き場があった伏線なんですが、あちらで洗濯物をしてすぐこちらに上がってきて、この抜けた日当たりの中干すことができるわけです。もうすぐ乾きそうですね。これが3つ目のポイントでした。さあ人気の自由が丘にございます、駅徒歩7分の新築一戸建て、いかがでしたか？道路に面した土間仕様のフリースペースがあり、別で玄関、そして屋上にルーフバルコニーまであるというね、もうなんといっても自由が丘エリアで駅徒歩7分の立地に新築の不動産を6000万円台で所有できるというのはかなり魅力的です。さあこちら気になられた方はぜひともお早めにお問い合わせください。お待ちしております。